い待てよ。なんだあんた、ここから出るつもりか。ああ、そうだ。あんた、運がいいな。今、ちょうど衛兵の交代時間だ。そうか。その廊下の向こうに出入り口がある。そこから入ってくるから、不意打ちして倒しちまえ。それでよ、鍵を奪ったら俺によこせ。いいこと教えてやった礼だ。考えておく。おっしゃ、とりあえず角に隠れてろ。俺が引きつけてやる。いらぬ世話だ。俺一人だけでどうにかする。まあそういうこと言うなよ。囚人同士持ちつ持たれつじゃねえか。おい、衛兵の旦那。ちゅ、相変わらずお前は騒がしいな。何の用だ。俺、そろそろ釈放してくれないかな。ああ、食い逃げの常習犯が何言ってやがる。釈放したらまた食い逃げする気だろう。つい出来心でして。今の時代、食い物の罪は万死に値するぞ。あ？あんた、何をしたんだ。俺を見た瞬間の記憶を消した。正気に戻った後も俺の顔は忘れている。まじないか何かなのか。暗殺剣の技だ。俺の剣は殺すべき相手を選ぶ。暗殺剣、殺す。おい。はい。お前もここを出るか。お前が衛兵に見つかっても一人で何とかするんならだが。いえ、遠慮しておきます。心を入れ替えて真面目にしてれば出れるんで。そうか。そこで何をしている。何をしてるって、それはこっちのセリフだと思うけど。まあいいわ。見て、
今日は星がとても綺麗でしょ。星？こんなに綺麗に星が見えるなんて珍しいのよ。確かに今日はよく見えるな。散歩の途中でここを通りかかったら物音がして、何かと思って見ていたらあなたが出てきたってわけ。それじゃあ今度は私から質問するわ。あなたが出てきたところ、地下牢の出口の一つよね。どうしてそんなところから出てきたの？衛兵の人でもないみたいだし、もしかして脱獄？ああ、そんなに怖い顔しないでちょうだい。興味があるから聞いてるだけなの。私はただのエデンの住人よ。あなたをどうこうしようなんて思ってないから安心して。私の名前はキサナ。あなたは？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ケンシロウさんは脱獄してきたのよね。エデンの牢屋は厳重に管理されてるって聞いたけど、よく抜け出せたわね。俺がエデンに入ったのには理由がある。そのために抜け出した。何かやりたいことがあるの？人を探しているんだ。ユリアという女をな。ユリアさん、そう知っているか？いいえ、エデンにはものすごい数の人がいるの。名前だけじゃわからないわ。そうなのか。それにエデンで人を探すのは難しいと思うわ。特に脱獄した人にとってはね。なぜだ？エデンの中は塀の外の10倍は警備が厳しいの。これまで脱獄して逃げ切れた囚人は一人もいない。それに捕まれば即死刑。そうなったらケンシロウさんの目的も果たすことができないでしょ。じゃあどうすればいいんだ？牢に戻ったところで話が通じる相手じゃない。一つだけ方法があるわ。エデンでは月に一度囚人討議という催しが開かれているの。囚人討議？ええ、町の中央にある討議場で開催されている討議会よ。その名の通り、牢獄に収監された囚人たちが戦って優劣を競い合うの。そして優勝した者は町の指導者に会うことができる。そして一つだけ自分の望みを言うことが許されている。自分の望み？ケンシロウさん、ユリアさんに会いたいのだったら自らの手で自由を勝ち取りなさい。きっとあなたならできるわ。なぜお前は俺にそんなことを教える？エデンの住人にとって囚人討議は月に一度の楽しみなの。私、賭け事は好きではないけど、あなたが出るなら賭けるわ。それにね、あなたは悪い人には見えないから。そういうことか。それじゃ私はそろそろ戻るわね。囚人討議に出たら頑張ってね。それじゃおやすみなさい。